マグモ型巡視艇は、海上保安庁の巡視艇の選級。区分上は PC 型、交渉船形は35メートル型。なお計画時には、消防機能強化型巡視艇と称されており、また後には、改良型のヨド型と共に、消防巡視艇と称されるようになった。本型は、平成7年度第一次補正計画で建造された、早波型後期型をもとに、 さらに消防機能を強化したものである。このためもあり、アメリカ海軍協会では同じ戦級として扱っている。戦備量源にアンチローリングボードを装備するのもタイプシップと同様である。主機関もタイプシップと同構成で、マトゥー 12V396TB94 ディーゼルエンジンもしくは新潟鉄工所 12V16FX によって、 固定ピッチプロペラを駆動する方式とされた。なお、放水時の操船、繊維補充性能確保のため、戦士喫水戦火には、バウジェットが装備された。タイプシップでは、戦士甲板に放水12機を備えていたのに対し、本型では、1機を操打室上に、そしてもう1機はその後方に設けた、放水塔上に配置した。放水登場のものは、 粉末消火剤のノズルも併設されており、海面上17メートルの高さまで伸ばすことができる。これらの放水銃はいずれも監視カメラと連動させることができる。放水量は布引きが多少防堤のおよそ半分を確保した。なお消火剤としては、泡原液を約5300リットル、粉末消火剤を約2000キログラム搭載する。またこのほか 自衛用の散水ノズルや送水用の消火栓を備えるほか、火災現場で発生し得る可燃性ガスや有毒ガスに備えて船内は洋圧に保たれており、ガス検知装置も装備している。このほか、看板作業などに備えた防火服なども装備されている。巡視艇の船名は随時解明されることがある。2011年3月11日の東北地方、 太平洋沖地震により発生したコスモ石油千葉製油所の火災では当時千葉海上保安部配属の阿波,波が横浜海上保安部の日理由東京消防庁の宮古鳥千葉市消防局の松風横浜市消防局の守り海上災害防止センターの大滝清滝の各船と連携して海上から警戒監視及び冷却散水を実施した ありがとうございます。